風抹茶の行方。いや、前回は東京駅地下の八王子の物件に住んでは見たものの、断崖絶壁でとても住める環境じゃなかった。次こそ街中で安いマンションに住めないかな。あっきゃ、銀座一等地のタワマン最上階が毎月45,000円。は、45,000円、早者勝ち、残り一室のみ。あ、前の住人のレビューも一件ある。この部屋は私にとって快適で最高でした。仕事で転勤になったので離れますが、生活もしやすくコスパ最強でした。あきゃー、マジか、即契約しよう。細かな物件情報見てる暇ない。あ、山田です。あの、銀座二丁目タワマン最上階します。はい。え、違約金は4億円。もちろんです。こんなとこ住まない理由はない。え、ほんの少し狭い。アホ、他が強すぎる。はいよ、旋回。聞いたー、契約成立だ。明日から銀座タワマンの住人になれる。ここ楽しみだ。家具もすべて移動しよう。お疲れ様です。ここが本日から山田さんの部屋です。7809です。少し狭いですが頑張ってください。いやー、狭ー。基本的には立って寝ることになりますが、よろしくお願いします。ふざけんな、なんやここへ。前の住人のレビューでは快適って。あ、こんにちは。ここの前の住人の細山細成です。管理人さんにサブキー渡すの忘れてました。あー、お前かい、レビューしたの。あ、それお前にとっては快適かもしれんが。では今後ともよろしくお願いします。失礼します。狭くて何もでき、眺めも見れたもんじゃないし。くそ、うお、頭おかしいんか、こんな物件よく作ったな。一旦脱出を、ふんぬ、ふんぬ、あきゃー。その点は道永くん勝ってるし、あ、でもさらに隣の部署の山本くんは、一発合格するわ、コミュ力あるわ、遅刻しないわで、道永くんより100倍優秀。あきゃー。